ウケンウケン、天まねじゅ1月22日は、中国名の紳士出身の政治家、字は定え子は、ウベン、女性は、主き。土木の変で、民の皇帝栄祖が、オイラトブのエセンに捕らえられると、栄宗の弟の影や隅角を擁立し、北京に迫ったエセンの軍を撃退した。戦闘の出身で、英楽19年に家境を受験して紳士に合格した。 戦争戦特定の下で観王主、高圧の乱の鎮圧に従軍した経験がある。観察漁師を経て、全徳5年に、兵部未次郎に就任し、カナンや三世の巡部として、民心の把握に努めた。政党11年、英宗政党三の下で戦王を振るっていた、観官,官の大振りに反抗したために投獄されたが、周囲からの嘆願で釈放されまた任している。 政党14年7月、モンゴルの実力者で、オイラトブのエセンが大軍を率いて、民に侵攻してきた。これに対し大ぶりの意見で政党カドの申請が行われ、50万の大軍が許容席を超えた。受け後、はじめ多くの帝臣たちは極力申請に反対したが、聞き入られず、その結果は土木保における民軍の大敗だった。 大ぶりはじめ従軍した多くの将兵が戦死し、英宗は捕虜となり、エセンはさらに首都北京に侵攻する勢いを見せた。英宗が捕虜になったという法を聞くと北京は上下ともに大混乱となった。そして副都である南京への戦闘論が女優帝などから湧き起こったが、右京はこれに反対して北京の死死を主張した。その上で皇太後孫氏の了承を取り付けた上、 韓国として皇帝代行となっていた英英僧の弟の王式玉の即位を取り決めた。これが大宗影康帝角である。英英僧は大乗皇帝とされ、その子の明美臣が皇太子となった。右剣は大ぶりの一族老党を中殺し、各地から援軍を呼び寄せ北京の防御体制を整えた。果たして10月に永遠僧を虜にしている関を越えて、 北京に迫ってきたが、右剣の下で、民軍は攻勢に出て、エセンの軍勢を撃退、エセンは、頂上の外に引き返していった。戦いが長期化すると様々な事情から不利になった、エセンは態度を軟化させ、影安元年になって、民とエセンは、講和を結び、無条件で、英エエを創刊した。英エ僧はそのまま宮中に軟禁されたが、影安帝はそのまま帝位にあり続け、 武権の指導で、軍政改革を行い、再び土木の変が起きないように国政の引き締めを行った。影安8年に影安三角が病気になると、宮中では栄葬を復壁する陰謀が進められ、医師、通る、女優帝、早期首らの手で実行に移された。これが脱門の変で、栄葬が天順帝として、再び帝位についた。 この際に受験は布告され反逆罪で処刑される。英宗は、影安年間の自責を抹殺し、政党年間時代の政治方針に戻した。その厚生上門の代に、受験の名誉は回復され、工事2年に祝瓶、さらに万歴年間に中縮という死後を追贈された。私文を良くし、作品集が後世に残っている。ありがとうございます。